はい、森川幸雄が思うニュークリアスの中で一番俺の輝きが増したと思う曲は何でしょう。俺のね、俺の森川幸雄が一番輝きが増した曲OK です。それではせーの、ブラックエンパイア。おー、割れましたね。じゃあ、たまるから理由を。はい、僕、フェインですけれども、まあ、アブソリュートワールドでも僕、入ってますけれども、今回、英語にしたことによって、その発音にもものすごくこだわられたと思うんですけど、それによって、すごく、声にといいますか、艶がある気がしたので、これがすごく、気がしたのか。気がしたのか。気のせいか。で、艶が増しましたので、はい、この曲にしました。なるほど。はい。清水は？僕はオーバーロードなんですね。特に A メロ、まるでもう洋楽を聴いてるような。お、嬉しいね。あとそのちょっとブルージーな感じがあります。ああ、そこが森川君の味がこう。なんかそういう難しい曲だからさ、オーバーロードって歌うのさ、それが。うまく出てたっていう感じ。まあ確かにそうだよ ね。俺もオーバーロードだとは思うんだけど、僕の答えはブラックエンパイアなんですが、これはモリがバンドに加入した時に出したアルバムの時にさ、シングルとしてそのスタジオ一発撮りバージョンが出したでしょ。俺はその、森川幸雄に合う曲だろうと思って、だから映像ともまたちょっとテイストが違って、バリエーションとしてはやっぱりこういう歌い方もいいなぁなんて思いながら、今回のレコーディングにも選ばれてるんで、森川幸雄のパワーとか技術とかがよく出てるような気が、気のせいか、気のせい気のせいですかという感じですが、なるほど。さて答えは何でしょう。はい、自分で思うのは、自分が思うのはこの曲でした。ゴーストインザフレームです。はい、理由はですね、すごくブルージーで大人のテイストのアンセムには珍しいタイプの、曲だと思うんですね。まあで、まあ映像君も映像君のカラーを出して、この曲成り立っているとは思うんですけど、今回のレコーディングにあたって、もう自分も、森川幸雄のカラーがこうふんだんに、やっぱ歌がメインの曲となるものじゃないですか。ゴーストインザフレームで、ちょっと日本語はワンヤですけど、で自分の森川らしさを、うまい、自分の森川らしさね、はい、うまく表現できた曲だったんではないかと思いまして、この曲をあげました。はい、まあそれは同意するけどね。自分の森川らしさが一番出てるのはトークだねということで、森川幸雄が思うニュークリアスの中で一番俺の輝きが増したと思う曲はゴースト・イン・ザ・フレームです。ニュークリアス、ぜひぜひ聴いてください。